ポンペオ米国務長官は24日の演説で台湾について3回言及した分析によると台湾はアメリカにとって重要な同盟国となる先日可決した2021アメリカ会計年度国防権限法も中共による台湾への脅迫侵略に重大な懸念を表明している中共軍機がまたやってきた 夜に台湾を乱し国軍は強制的に追放南部軍事マニアの記録によると7月23日午後7時35分と36分7月24日午前1時29分と30分台湾空軍の戦闘機は南西と東の防空識別圏にある中共戦闘機を無線通信で2回追い払った。 これは今年で21回目の台湾への空域侵入で過去1年間の新記録だいつもは昼間に空域侵入するが夜の時間帯はかなり珍しく予行演習とみられる23日午後7時から台南や加木市の空軍基地から戦闘機の離陸が頻発していた 午後9時50分、河蓮空軍基地の F16 戦闘機2機が急遽離陸した。台湾当局者によると、中共軍による台湾への度重なる妨害以外、台湾周辺の空域には、アメリカ軍の E8C 早期警戒完成機、P8 対戦哨戒機、P3C 対戦哨戒機、RC-135 電子偵察機、 k c 1 3 5旧域などが飛行しているという台湾国家安全局の元局長台湾海峡で偶発的な衝突が起こる可能性が高まっている国家安全局斎徳翔元局長によると現段階では台湾海峡での大規模な戦争は発生していないが偶発的な衝突が起こる可能性が高まっている 台湾立法院外交国防委員会委員員会民進党立法委員である劉瀬芳氏は「ご覧の通り観光演習が変わりました実際国軍や国防は毎日が本当に戦争への準備万端の状態です」と述べた台湾の蔡英文総統は2019年2月 CNN のインタビューで「 台湾は中共からの攻撃の第一波に耐える能力を持っているが国際社会が立ち上がって中共に圧力をかけることも望んでいると述べた「台湾がやらなければならないのは中共が武力行使の政治的コストを上げることであり政治的コストが高すぎると中共は軽率に台湾を攻撃しないと思う」 ポンペオ氏は新たな民主化同盟の構築を呼びかける。アメリカ国防権限法は中共の台湾への脅迫に重大な懸念。ポンペオ国務長官は演説で台湾について3回言及した。彼は自由世界で台湾の友人たちが阻害されているにもかかわらず、台湾は活気ある民主主義を発展してきたと述べた。 ボイスオブアメリカ7月25日の報道によるとポンペオ氏は演説の中で台湾の民主化を認め新たな民主化同盟の構築を呼びかけた彼は同じ志を持つ国同士の新しい民主同盟を作る時が来たかもしれないと述べた 7月23日アメリカ上院で可決された2021アメリカ会計年度国防権限法の中の台湾関係法の規定によるとアメリカは台湾の将来が平和的に決まることを期待しているいかなる非平和的な手段で台湾の将来を決定しようとする試みも西太平洋地域の平和と安定への脅威とみなされる アメリカは重大な懸念を表明する。